ちゃんです。今日は3歳のお友達の子供が描いたぐちゃぐちゃって描いたね、絵を私のオリジナルイラストに変身させていきたいと思います。こちらはですね、夏目さんちがねやってた企画なんですけど、本当にね、あの2人ともねさすがでございますってぐらいね、もう本当に尊敬っていうイラストを描いてね、それ概要欄に貼っとくんですけど、まあ、夏目さんちのご夫婦がやっておりました、なんて言ったらいいんですかね、イラスト変身企画みたいなチャレンジ、私もやってみたいと思って友達のねお子さんに絵を描いていただいて、そちらのお子さんが描いた、はい、こちらを私なりに絵に変えていきたいと思います。いやこれね、なんかおそらくイメージしつつは描いてくれてるんだろうなっていう感じのね絵なので、こちらを私なりにこうかっこいいイラストに変身させていきたいと思います。それでは早速やっていこう。ゴー。はい、ということで早速やっていくわけなんですけれど、夏目さんちの方ではですね、結構ね、ある程度人間風になるようにとかね、っていう感じで想像で色をつけて、そこに線をスーッてね描き合うという形にやってたんですけど、まあ、最後とは目隠しで結構描いて、結構むちゃくちゃな、難しい感じでやってました。で今回は私もねこういうイメージでっていうのを与えずに、本当にね、子供が描いたので、多分ね子供自体はこれがどんな絵になるかは全然想像ついてなくて、私も想像ついてません、なんですけど、ちょっとまずは思考しましょう。どんな感じにしようかな。人っぽくしたいんだけど、黄色がでかいんだよな。これをどうしやって使おうかなっていうところからですよね。この赤の線が濃いし、ザーザーザーという感じで、これも悩みどころだよね。And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel, when I know that it's not about you, just me.
んな感じかな。後ろにはね、スプレイって書きました。じゃーん、どうや、絵にはなってるじゃない、これ。え、一応ね、こう元の線ここね、こことここの水色とここのオレンジと赤と、一応ここに水色もちょっとあるんだけど、ちょっとね見えなかったことにしちゃったんだけど、色がねこう難しかったけど、一枚の絵としては完成したんじゃないでしょうか。特にねこの本当にここら辺と、まあ、赤いのどうしようもなかったじゃなかったんだけど、こうスプレーで描いてますっていう風に伝えたかったんですよね。これが伝わっているといいなと思いますが、どうなんでしょうか。初めてにしては頑張ったんじゃないでしょうか。これね、人とやった方が楽しいかもしれない。はい、ということで私が描いた変身イラスト、こちらになります。じゃじゃーん。いやね、上にね黄色いでっかいところがあって、で、まあ、使われてた色は黄色、水色、オレンジピンクみたいな、サーモンピンクみたいな、オレンジかなと赤なんですけど、結構丸っこい感じのものがね結構複数あったり、ただね赤がねこのジャ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 ってなってるところ、ここがやっぱポイントかなと思ったんで、それを活かしてちょっと今回描いてみました。はい、ということでね、今回は夏目さんちの企画を、お借りしてやってみたんですけど、すごい楽しかったです。ぜひねいつかコラボしたいので、これが夏目さんちのお二人に届けばいいなと思います。はい、ということで、皆さんこちらの動画が面白かった、またやってほしいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。またね。